はい、始まりました森本のチャンネル。はい、面白いね。今日緊急で動画撮ってる。いや、よく見る YouTube で緊急で動画撮ってます。今からこのおじさんと5人でですね、和歌山県の海南市ですかね。はい、約7時間の旅、何しに行くんですか。映画祭ですね。高南市に。夜っぽく見えますけどね、今早朝5時です ね。君の海南映画祭ね。はい、君の海南映画祭、いい名前ですよね。第1回第1回。へえー、そうなの。君の海南映画祭ってすごいかかってていいですよね。あなたの映画祭みたいな感じだし、地名ですもんね。海南と君の町かな。俺なんか庭さんなんか知り合い。そうなんよ、知り合いが何をやってるのか。元カノ。元カノじゃない、予備校時代の友達。予備校時代の友達。吉本の予備校。養成所か。養成所か。ですよね、映画祭の主催の一人かな。多分そう、なんか頑張ってる。獅子島の相方。獅子島の相方。違うでしょ。あ、違う。女性だから。あ、そうか。その頃は獅子島じゃなくてトムだったんですよ。あ、トム？ツトムだから。あだ名ね。ああ。懐かしいよね。あれ。なんだっけ。タコイモ軟禁の時。いろいろぐちゃぐちゃ。なんか朝から絶好調じゃないですか。ありがとう。いろんな情報含んでくれてね。やる言うから。いや、すごい街中にスポットライトのポスター貼ってくれてましたよ。すごい。仕事としてお願いしたいです。はい、松村です。え、あー、どうもお世話になってます。はい、あー、すいません、バタバタして。映画作ってもらいたいんです。はい、OK。 お母さんが助けを求めています。ロケハンです。やりたいって気持ちだけで映画って撮っちゃいけないんですか。なんなんだあんたら。テンションってことテンションって。喜んで呼んでみるわよ。ちょっと前一発殴らせろ。こいあんたらはなんでいつも土足で踏みてくるんだ。スポットライト当ててくれ一番最後で。勝手だよ。なんなの。偉くなりてえな。